初めに空き缶とタオルとトングとライターを用意いたします。空き缶を開けます。今空き缶自体がなかなか手に入らないのが実情で貴重な道具となっております。タオルの下から火を着火。これがどんどん大きく広がっていきます。おっと崩れた。全部を燃やさなければいけないので、崩れたら白いとこがないように、この赤いチャコールの状態がいい状態です。拡大。1枚のタオルからだいたい 4g ぐらいしか、取れません。拡大。全部燃え切ってしまわないうちに蓋をします。かなり熱いので気をつけてください。約3分ほど待ちます。3分経ちました。蓋はもう熱くないです。開けます。はい、これが消し済み状態になるということで、無酸素状態にすることによって、というか、酸素が供給されない状態によって、タオルが蒸し済みとなっている状態です。これがサバイバルセットに使われる材料で、家庭で空き缶さえあれば手軽に作ることが可能です。以上。